絶滅が危ぶまれているアジアゾウ。東南アジアの熱帯林は彼らに残された数少ない生息地です。しかしそこでは今、木材伐採や開発のために森が消失。とりわけスマトラ島は世界で最も森林減少のスピードが速い場所となっています。生息地を失ったゾウは農地や集落に現れ、人を襲ったり逆に住民に殺されてしまう悲劇も繰り返されています。海でも同じ問題が起きています。沿岸の開発や汚染、過剰な漁業が生き物を追い詰め、世界の水産資源は3割が枯渇の危機に、5割が限界まで利用されていると言われています。私たち日本人の暮らしは世界の自然や生き物とつながっています。人間が森や海の資源に頼らなければ生きていけない以上、持続可能な形で自然の恵みを利用する方法を考えなければいけません。 WWF では環境に配慮して生産された製品が消費者に一目でわかるエコラベルの普及に取り組んでいます。森に配慮した木材や紙を示す FSC マークや、水産物につけられる MSC、ASC マークなど、消費者が暮らしの中で環境保全を応援できる仕組みが広がり始めています。ただ木を切らない、魚を食べないという環境保全はありえません。大切なのは自然が再生するスピードを考えて資源を使い切ってしまわないよう配慮すること。生き物たちと共存し持続可能な未来を作るための取り組みを WWF は進めていきます。